東西教会の分裂は、キリスト教教会がローマ教皇を主張とするカトリック教会と東方の正教会とに二分されたことを言う。この東西教会の分裂は、多くのシスマの中でも史上最大規模だったことから大シスマとも呼ばれる。分裂の年は、日本においては、ローマ教皇とコンスタンディヌーポリ総主教が相互に破門した1054年とされることが多い。 しかし395年にローマ帝国が東西に分割された後476年の西ローマ帝国滅亡を経て東西両教会の交流が薄くなり数百年の間に協議の解釈の違い、礼拝方式の違い、教会組織のあり方の違いなどが増大した。そうした流れの中に1054年の事件があるのであり、一応1054年の 相互波紋が日本の世界史教科書等で一般的な目安ではあるが、異論も少なくない。1054年の相互波紋自体は東西双方から解消されているが、未だに東西両教会の合同は成立していない。キリスト教諸教派の成立の概略を表す樹形図。さらに細かい分類方法と経緯があり、この図はあくまで概略である。一般に、 東西両教会が分裂したとされるのは、1054年のローマ教皇とコンスタンディヌーポリ総主教の相互波紋と言われる事件であるが、これ以前にも、党の様々問題をめぐり、両教会の間には、数百年間にわたる論争と際が、すでに顕在化していた。したがって、東西教会の分裂は11世紀になって、両教会の両指導者の思惑によって、 突如発生させられたのではない。現在のアギア・ソフィア大聖堂の夜景。周囲の4本のミナレットは、オスマン帝国時代にモスクに転用された際に付け加えられたもの。1054年、ローマ教会とコンスタンディヌーポリ教会は主に、ローマ教皇の教皇主囲権をめぐって対立が深まっていたが、施設としてコンスタンディヌーポリを訪れていた、数ー教フンベルトは、 コンスタンディヌーポリ総主教ミハイル一世キルラリオスの比例に起こり、ミハイル一世キルラリオスと、その同調者に対する波紋状を、アギアソフィア大聖堂の宝座に叩きつけた。これに対し、ミハイル一世キルラリオスは、数奇教フンベルトとその一行を波紋した。上に述べたように11世紀前半までの、東西教会の際は、すでに広がっていたのであり、1054年に起きた。 ローマ教皇レオ9世とコンスタンディヌーポリ総主教王ミハイル1世キルラリオスとの相互波紋というこの事件が東西教会分裂の始まりと捉えるのは誤りである。あくまで東西教会の相違を象徴するわかりやすい事件の一つという程度の位置づけが妥当である。しかもこの相互波紋は以上の事情により決定的な教会分裂と言える事件であるかどうか。 疑問であるだけでなく、相互波紋自体が両教会全体に対して有効だったのかすらも怪しいものである。事実、この事件後も、ローマ教皇に新教皇が就任した後も、ローマ教皇とコンスタンディヌーポリ総主教の交流は続いていた。実際、この相互波紋は1960年代に入って、正教会とカトリック教会の双方から解消されたが、 東西協会の合同、フルコミニオン内市総合領清氏は、現在に至るまで未だに実現していないことも、1054年の総合波紋についての事件性に対する課題評価に疑問符をつける根拠となる。口実するように、東西協会の分裂は1204年まで確定していなかったと、正協会では捉えられている。十字軍のコンスタンティノープルへの入場第4回十字軍の コンスタンティヌーポリにおける蛮行が描かれている。相互波紋以降も、両教会にとり分裂の解消は大きな課題の一つであり続けた。特に、イスラーム勢力によるシリア、アナトリアへの侵攻に悩まされていた歴代の東、ローマ帝国皇帝は、ローマ教皇の教会における主意権を認める代償として、西欧諸国からの援軍を期待する傾向が強かった。 しかし、相互の協議の違いのみならず、文化、組織、政治的状況の差異は拡大し続けた。特に第4回十字軍によるコンスタンディヌーポリの陥落と、それに伴う東ローマ帝国市民への虐殺、略奪、婦女暴行や、新たなコンスタンティノポリス総大司教座の設置を伴った、教区制度の破壊と散脱及び、政教会への迫害行為は、 正教会側の対カトリック感情を決定的に悪化させてしまった。カトリック教会におけるコンスタンティノポリス総大司教座は近代に至るまで名目上は存続し続けた。第4回十字軍の際のみならず十字軍の各界において既存のエルサレム総主教庁を無視したエルサレム総大使教座など当地中海地域には東方天霊カトリック教会の教区が既存の 聖教会の教区を無視する形で設立されていた。13世紀後半から15世紀前半のパレオロゴス、朝東ローマ皇帝もそれまでの皇帝と同様、基本的に西欧からの援軍を期待して、ローマとの和解を模索するが、民衆、貴族、修道士、教会のいずれからも、猛反対が起こり、皇帝の意図は達成されることはなかった。 ローマ教皇の三重館15世紀のフィレンツェ公会議は、オスマン帝国の領土拡大に圧迫された東、ローマ帝国の政治的危機を背景に、東ローマ皇帝の意を受けた、聖教会の妥協によるフィリオクへの容認にほぼ落ち着くかに見えたが、聖教会側の出席者1名が、この決定に異論を唱え合意文書への署名を拒否したことにより、最終的な合意に至らなかった。 この時の聖教会側の出席者たちは、東ローマ皇帝の東西教会統合への移行を受けた人選だったが、にもかかわらず合意がなされなかったことは、この時点で東西教会の際がいかに開いていたかを示すものである。まして第四回十字軍の記憶冷めやらぬ、コンスタンチノープル市民や、聖教会の正当性についての意識を、コンスタンチノープルから継承した。 ルーシュの諸教会において、東西教会再統合への反発が広範囲に起こっていたことは極めて自然だった。東ローマ帝国の大臣県軍司令官のルカス・ノタラス大公に至っては、ローマ教皇の見え感を見るくらいなら、スルタンのターバンを見る方がマシだと公言していたほどだった。16世紀には、イエズス会が勢力的に東方伝道を行い、 聖教とのカトリック教会への改修を進めた。ウクライナ・ロシア西部では、カトリック教会を報じるポーランドを、ジグムント三世の支配下に置かれた、聖教会が、生俗両面から、圧迫、弾圧を受けた。その結果の一つが、ウクライナ・ロシア西部の多くの教会を、ローマ教皇の管轄のもとに置くこととなった1596年のブレスト合同であったが、 ブレスト合同は反対派を議場から締め出し、ポーランド王の権力のもとで強引な経緯を経て成立したものであった。これにより、ウクライナ東方カトリック教会が成立。今日に至るまでの東西協会の主要な対立原因の一つとなっている。十字軍の時代に、当地中海地域に、 東方天皇カトリック教会の教区が既存の聖教会の教区を無視する形で設立されたことと合わせ東方聖教会側にはカトリックが議論によってではなく力でローマ教皇の権威のもとに他者を平等しようとしているとの危惧と不信感が醸成されていったこのことはカトリックとの対話に会議的な勢力を聖教会内部に育てその影響は 現在もなお広い範囲に根強く残っている。この直後、東ローマ帝国が西方からの大規模な増援なく滅亡したことも東方教会側の一致への動機を現じたことは否定できない。1870年の第一バチカン公会議において、教皇不可ビ説が正式なカトリック教会の協議として採択された。 カトリックが信仰及び道徳に関する事柄について教皇座からおごそかに宣言する場合、その決定は聖霊の導きに基づくものとなるため、まさしく決して誤り得ないとするものだった。この採択内容は、行為聖職者たる総主教といえども誤りを犯すことは人間として当然にあり得るのであり、公会議の決定に総主教も従わなければならないとする。 聖教会の伝統的な考え方とは全く相入れないものであり、これによってカトリック教会と聖教会の際はより広がった。なお、教皇不可ビュー施はカトリック教会内部からも異論の出るものであり、復古カトリック教会が成立する結果を将来してもいる。ポーランドの聖教会では150カ所の聖教会の聖堂が カトリック教会の制度として強制的に転用されるという事件が1920年代に起こり、ウクライナとポーランドにおける東西両教会の関係に近現代においてもなお、しこりを残すこととなった。聖教会と聖公会は、ロシア革命が起こるまで、教皇主義権に否定的かつ伝統的な教会である、ロマノフ朝とハノーバー朝の隕石関係等の要因によって、特に、 英国国教会とロシア正教会の主導の下で関係進化が進められていた。しかし、ソ連邦成立以降はこの試みはとんざし、現在、正教会と正公会の関係は特に深いものではなくなっている。1964年、東方正教会とカトリック教会の間で和解に向けた一歩として、ローマ教皇パウロ6世とコンスタンディヌーポリゼンチ、 総主教アシナゴラス一世がエルサレムで会談した。1965年、エキュメニズムが大きなテーマとなった第二バチカン公会議において、ローマカトリック教会の中で、東方正教会との和解への道が再び模索され、正教会への働きかけが行われた。その結果を受けて1965年12月7日、公会議の席上まず、ローマ教皇パウロ6世によって、 カトリック教会と聖教会による共同宣言が発表され、続いて聖教会側もイスタンブールでこれを発表した。これによって1054年以降続いていた相互波紋状態はようやく解消され、東西教会の対話が始められることになった。ただし先日の通り、この相互波紋は波紋として有効だったのか疑わしい程度のものであった。また、 両協会のトップによる和解の後も全体的な関係改善に結びついているとは言えない状況である。現在のコンスタンディヌーポリ総主教座制度である、セーゲオルギオス大制度の内観、方針礼示の後継、右衛隊が歌っている。左側にイタリ聖書のイコノスタシスが映っている。2006年11月29日、コンスタンディヌーポリ総主教の座書である。 聖ーゲオルギオス大聖堂で、コンスタンディヌーポリ全地総主教バルソロメオス一世が、司とする聖体礼儀に、ローマ教皇ベネディクト16世が売席した。この聖体礼儀については、以下が指摘される。以上の理由から、合同で、聖体礼儀が行われた、合同で、ミサが行われた、合同礼拝というより、聖教会の聖体礼儀に、 教皇ベネディクト16世が売石したなどと表現するのが妥当とされる。冒頭に述べた通り、東西教会の分裂には何をもって分裂とみなすのか、何をもって和解成立とみなすのかのレベルで見解の差が発生する。仮に2054年の相互波紋が分裂の主要な事件であり、これを解くことが和解とみなされるのであれば、 相互波紋が解消された現状ではすでに正教会とカトリック教会は和解していると言うる。戦術の通り、ローマ教皇もコンスタンディヌーポリ全地総主教も互いに波紋を解いており、会談も20世紀以降数回にわたって行われている。秘跡の有効性についても、先例は両教派において互いの秘跡、機密を有効とみなしてきた。筆跡、 秘密の有効性の承認が、教会和解の要件であるとすれば、これも和解実現とみなされうる。しかしやはり東西教会は、分裂状態にあると言われるのは、相互、倍参、相互両清止が行われていないことに象徴されている。相互領生徒は、互いの教会で生体を受けることができる状態を、指すが、カトリック教会では、性教とは、両清止が可能である一方で、 正教会ではカトリック信徒は生体配慮ができない。また、教会の要件としてローマ教皇の位性の承認を挙げるカトリック教会側の見解は正教会には受け入れられないものであり、教会概念についての見解の差もまた分裂の事象の一つである。フィリュクエ問題、礼拝形式の差、神学上の見解の差も埋められてはいない。したがって、 ローマ教皇とコンスタンディヌーポリ総主教の会談は和解への前進では間違いなくあるものの完全な和解そのものを意味するものではない。2016年2月12日、ローマ教皇とモスクワ総主教の歴史上初めての直接会談が実現した。確かに東西教会の和解に向けた大きな一歩であることは疑いない。しかし、 ローマ教皇とコンスタンディヌーポリ総主教の会談についてと同様の理由に加え、世界最大の独立正教会である、ロシア正教会の主座主教であるとはいえ、モスクワ総主教は一独立教会の主座主教以上でも以下でもないのであり、これも完全な和解を意味するものではない。モスクワ総主教キリル一世とプシェムイシル大司教ユゼフミハリク、ワルシャワにて、 教皇フランシスコと全地総主教バルソロメオス一世。エルサレムにて、合同での生体礼儀が行われ東西和解がアピールされていることに見られるように、正教会側では現在、コンスタンディヌーポリ全地総主教が東西教会の対話に熱心である。また、ルーマニア正教会のダニール総主教も同様の傾向を示している。 しかし他の正教会とカトリック教会の間の対話はあまり進んでいない。コンスタンディヌーポリ総主教長下の教会、修道院、及びルーマニア正教会間かつかの教会、修道院も東西教会和解に向けて一枚岩となっているわけではない。ウクライナや中東における東方天霊カトリック教会問題など東西教会再統合への障壁は依然として高い。 表向き和解を剣伝しながら正教会信徒の西法教会への改修を促進する西法教会の姿勢に対する会議も同地域で根強い。しかも正教会にはローマ教皇のように全教会を束ねる権限を持つ総主教はコンスタンディヌーポリ全地総主教を含めて存在しない。したがって正教会側のコンスタンディヌーポリ総主教と カトリック教会側のローマ教皇が会談をすることは、東西教会の関係改善に役立つことは、間違いないにしても、それだけで、すべての正教会とカトリック教会との和解が、飛躍的に進展したことを必ずしも意味するわけでは、ない。また、2007年7月10日、ローマ教皇庁は、ローマカトリック教会は、唯一の正当な教会であるとの記述内容を含む、 文書を公表した。これには、教皇ベネディクト16世が承認を与えている。同文書は、プロテスタント教会についても言及し、使徒ペテロに始まる、死と的伝承を、プロテスタント教会が壊し、除海の秘跡を損なったために、教会と呼ぶことはできない。とした。性教会については、死と的伝承を守っていると評価する一方、教皇に対する認識の面で、 全く教会としては欠点があるとした。この文書の内容に対しては、正教会のみならず、プロテスタントからも広く反発が起こっている。しかし一方で、比較的緊張した関係にあるとされる、ロシア正教会とカトリック教会の間にも、一定の交流は存在する。教皇ヨハネ・パウロ二世の英民の際には、 ロシア正教会障害局長であり、ロシア正教会のナンバーにと目される、スモレンスクフ主教キリルが弔問に訪れている。十字軍によって正方に持ち去られた、普及体などの返還も進められている。また現代の社会問題をめぐり、モスクワ総主教キリルは、近年の社会問題につき、教皇ベネディクト16世と、正教会の主張が近いことを指摘。 一定程度のカトリックへの親近感を表明した。また、様々な面で保守的と目され、上述のように他教派から反発を受けることもある。ベネディクト16世ではあったが、2007年10月22日には、イタリアのナポリで開催された異宗教館サミットに出席し、世界平和と人類の和解のために尽力することを呼びかけるなど、各宗教及び、 東方教会を含む多教派との対話を拒絶していたわけではない。中位ロシア大使館の敷地内に新しく建てられたロシア正教会の聖堂であるアレクサンドリアの聖カテリナ教会を2006年5月19日に正規を視するために障害局長でありロシア正教会のナンバーにと目されるキリルフ主教がイタリアを訪れた際には教皇ベネディクト十六世とキリルフ主教が会見を 行った。また前日の18日の記念演奏会で、教皇朝正義と平和表記や現議長ロジェエチガライ、スー・キ教が教皇の名において祝辞を述べ、キリルフ主教はこれに対し共に祈ることと対話、協力の大切さを強調する言葉で応じた。アメリカでは、マンハッタン宣言において、正教会、カトリック教会、さらには北米正教会、福音派が強調している。 そして2016年2月12日には、前述の通り、キューバの首都ハバナにおいて、教皇フランシスコとロシア正教会の最高位についたキリルソー主教の直接会談が行われた。ただしこの会談については、日本のカトリック教会の司祭は、大変歴史的な会談ではあるが、彼らが私たちとの交わりに入ることはないであろう。だが、これまで、 このような会談はなかったので大きな進歩でもある。と述べている。日本正教会の司祭からは、キリスト教徒は協力し合うべきとして歓迎の評価が出されたものの、すでにこれまでも、両教会間での対話が続いてきたことを指摘し、画期的というよりは象徴的なものと述べている。以上、両教会の司祭のコメントから、ジャパンタイムズは、教皇が正教の総主教に会うも、 両協会の再合同はありそうもない、と東京の司祭たちが述べるとの見出しをまとめている。このように、東西両協会の間には、深刻な分裂が続いている反面、交流が維持されている面も存在している。ありがとうございます。